健康用紙の中からこんにちは。あ、本当ですね。あの服装もそうなんです。T シャツですか。はい、400マスターって後ろもね、はい、横書き原稿用紙の中から今日は、うん、お話しさせていただきます。読書感想文ね、いきなり原稿用紙に書いちゃう子どもたちが多いんですけれども、3つのステップで書くとね、すごく書きやすいです。まずはメモを書く、次に下書きをする、で最後にやっとね、綺麗な学校からもらった原稿用紙に清書するっていう風に書くと、無駄なね、回り道をせずに実はすんなり書けるようになります。はい、一つが本のこと、どんな本を読みましたかっていうことが書けることが一つで、もう一つが自分の心に浮かんだこと、これが感想の部分ですね。これが書けると読書感想文2つで完成します。で、誰、いつ、どこ、何、どう、なぜ、その6つの質問、自分に投げかけられるようになると、どんどんね、頭の中の情報が、文章になっていくので、ぜひこの6つの質問覚えるようにしてくださいね。読書感想文レベルアップしたいなって方は、書き出しを工夫してみたり、括弧のついた話し言葉を活用してみたり、最後に自分にしか書けない自分の体験を少し盛り込んでみたりってするようにすると、より素敵な読書感想文が書けるようになると思います。いつも私が、子どもたちに言うのは、君の言葉はダイヤモンドだよっていう風なことをお伝えしてます。誰を何回も書き直して、下書きして、清書してっていう風にね、どんどん綺麗に言葉を磨いていくと、立派な読書感想文が完成しますので、ぜひそうやって自分の言葉をダイヤモンドだなって思いながら磨いてほしいなって思っています。